どうもシャペンです。今回は明日のモンストニュース予想を10月10日編ということで、この日が本当のモンストの周年の日なんですけれども、ここでモンストニュースも放送されるっていう、もう真のモンストの日ですね。この動画では去年の今頃のモンストニュースを振り返りながら、明日のモンストニュースで何が発表されるかを考えていこうという動画でございます。ただこの動画話すことはあくまでも傾向からの予想なので、去年これが発表されたか明日これが発表されるかもしれないよという願望が詰まった動画でありますので、その辺ご理解していただけると幸いです。で、今回参考にしていくニュースは2023年10月12日のものを振り返りながら何が発表されるか予想していきましょう。ご覧ください。まず今週の注意点としては、ガンダムシリーズコラボ開催中でありまして、ちょうどあと1週間ぐらいになっております。で、やることに関しては先週も紹介したんですけども、ガンダムミッションはとにかく提示されたミッションをこなしていけばいいというシンプルなものでありまして、で、しかもこのミッションを10回クリアするとコネクトスキルの書がもらえるんで、これは絶対にゲットしたいですね。で、さらにこれに加えて1日1回引けるハローちゃんを忘れずにこなしていくというものになっております。まあ、これも引くだけですからね、しっかり忘れずに引いていきましょう。で、そして明日の12時から11周年記念パックの販売も始まります。10周年から11周年の間に登場した星6キャラクターが一体確定、しかもこれには限定期間限定も入ってるよってことで、このガチャとアイテムがセットになっていると。で、しかもモンストウェブショップではもう一つ購入が可能になっております。で、そしてこのパックの対象キャラクターはこのようになっておりまして、50体いるんですけども、そのうち限定キャラクターはなんと23体、まあアルファも含んでるんですけども、ほぼ半分ぐらいっていう、もう驚異の限定率でありまして、で、しかもここ1年の限定キャラクターなんで、まあ大抵優秀ですし、もうなんなら最新限定のクオンまで入ってますからね。で、通常キャラクターだった場合でもそんな大外れっていう枠もそんなにないと思うんで、いや、これは本当に大チャンスではないかなと思われるんで、ぜひ購入を検討してみてはいかがでしょうか。ということで振り返りに戻りまして、まず発表されたのがジョジョの奇妙な冒険第2弾コラボの発表っていう、これはもう衝撃でしたね。当時は10周年で発表された通り部コラボ開催中だったんですけども、その最中発表された連続コラボでありまして、これまでもそのワンピースからタイバニーで SAO アルファからキングダムみたいな前例はあったんですけども、この同じ月の前半後半で連続するってのは初めてでしたし、しかも作品としてもジョジョっていう、これはおそらく10周年かつ、まあ口実の理由から実現したものではないかなと思われます。で、ガチャキャラクターの性能に関しても、まあ通り部コラボに続いてハイスペックでも明確な当たり枠になっていた、もうジョータロの SC で、豪絶の離れ国に鉄製になっている華教員で、将来性スペックで実際今年エンベズラで最適を獲得したポルナレフっていう枠組みとしては、もう通り部と一緒で、もう完成度の高い第二弾ガチャだったんじゃないかなと思われます。で、第一弾ガチャキャラクターに関しては回が実装されまして、まあジョリンとジョータロの SO はかなりスペック評価しやすくなったんですけど、ちょっとウェザーが微妙なところですね。まあここもスペック悪くはないんですけども、まあでもまだ可能性を残しているんじゃないかなとは思われます。で、しかも他だと星5キャラクターのアブデルとか、まあ、450のスタープラチナとか、なんかこの時点で内容が濃かったように思いますね。ということで、昨年は衝撃のジョジョコラボ発表だったんですけども、今年は今のところは11周年で発表されたガンダムシリーズコラボが開催中でありまして、期間的におそらく追加超究極は発表されるんじゃないかなと思われます。で、そしてこれもまだ発表されていないストライカーカード報酬も来るはずですけども、今挑戦できるミッション全てクリアするとコンプリート演出入りまして、これちょっと気になりますね。多分追加ミッションある時ってこの演出入んなかったと思うんですけども、ここで入ったということはもうミッションがないということなんですかね。まあでもコンプリート演出が入ってもそこからなんか PV 入って追加みたいなことはあったとは思うんで、これにストライカーカード報酬かかってくると思ってるんですけどね。果たしてガンダムコラボの後半戦はどのようなものになるんでしょうか。で、そしてさらにガンダムコラボは来週水曜16日に終了するんで、この時点で次回イベント発表の可能性があるっていう、間に合わないですからね。これ結構珍しい状況だなと思いますね。まあ何らかのイベントに合わせた開催期間になってる可能性もありますけども、さすがに言えることは連続でイベント形式のコラボを開催するっていうのはその10周年効果と思われるんで、ここは通常イベントではないかなと思うんですけどね。これが毎年恒例になっていくとは考えづらい。ちょっとあまりにも大変すぎるんで、まあ一旦は通常イベントではないかなと思われます。で、続いて発表されたのがガチャリロラッシュでございまして、まあ重大恩返しの一環になっておりました。これはそのガチャを引く前にミニゲームがありまして、まあ、めちゃくちゃこのボタンを連打するってやつですね。これもう完全なる連打力勝負だったんで、実力ゲーではあったんですけども、そこまで厳しくない印象を受けまして、で、このガチャの最大がなんと200連になっていたんですけども、この数だけじゃなくてしっかり内容としても限定キャラクターが割と出やすく感じたんで、これはかなり神イベントに感じたという方は多いんじゃないかなと思います。で、これも言ったら10周年キャンペーンの一環なんで、今年も開催してほしいとは言いづらいですよね。で、今のところ重大恩返しの中で今年も開催されたのが、すでにこの前から恒例になっていたマルチガチャ、人気投票ガチャ、アゲインガチャと、あと周年オーブは来ましたね。でもそれぐらいでありまして、まあこれ以外に復活する可能性ってのはあるんですかね。ガチャリロラッシュはちょうど来てほしいですけども、これもでかいですからね。果たして開催の可能性はあるんでしょうか。で、そしてバージョン 27.0 アップデート情報で
ありまして、10周年イベントで発表されていたものですね。でこのアップデートも異例のコラボ中に実施されるものになっていたんですけども、通り部からジョジョってこの連続コラボが実現したのはこの合計1000個以上の大振りセットがあったためではないかなと思われますね。これはもうパワー解決でしたね。でそして今年も11周年でアップデートが発表されておりまして、これは10月の下旬頃に実施予定となっております。で今のところスケジュールの空きは見られていないんで、おそらく来週以降ですかね。下旬ですし、これはまた今度って感じですかね。でさらに未開の大地について、で昨年はこのタイミングで新たに拠点50が追加されていたんですけども、今年はすでに未開の大地は常設クエストにあることが決定しておりまして、バージョン 29.0 のアップデート後に実施予定らしいんで、おそらくこれは、アップデートの紹介と同時に説明するんじゃないかなと思います。でそしてこれに代わって開催が始まるのは未開の砂丘でありまして、おそらくスケジュールは変わらず未開と一緒で14日から始まるんじゃないかなって。ちょうど祝日ですし、今月この日から開催するために、次回のモンストニュースらある程度説明がされるんじゃないかなと思います。で内容としては未開の大地とほとんど一緒ではあるんですけども、新しい要素として拠点スキップ券が登場しておりまして、まあこれは後から遅れていた場合でも最速勢に追いつけるというものになっていると。でそしてもう一つは拠点突破報酬のソウルキーでありまして、これを使用すると3つ目の紋章が解放できると。だからついにソロアカウントでも紋章艦隊を組むことができますね。ただこのソウルキーを入手できるのは特定の拠点になっているんで、今回拠点10までクリアすると1個もらえるんですけども、それ以降はどの拠点でもらえるかってのは分かってないですね。でその未開の大地の問題点というと、あまりにも長すぎたっていう、実際そのちょっとソースがどこだったか思い出せないんですけども、開発に携わってる方のインタビューで、その未開の大地は拠点30で終了する予定だったんですけど、割と好評だったからそれ以降もやったんですよね。まあただちょっと実際そこから数を重ねるにつれて難しくなりすぎてだれてしまったんじゃないかなとも思ったんで、まあ、今回こそこの未開は拠点30で終了するんじゃないかってことで、まあ、5刻みにもらえるってソウルキーが10、15、20、25、30で、でそれで終わるっていうのがまあ無難じゃないかなとは思いましたね。これでも2年半以上かかるってことになりますからね。まあだからちょっとこれが判明するまで迂闊にソウルキーっていうのは使えないんじゃないかなとは思っております。まあとりあえず今月から新たにこの未開の砂丘頑張っていきましょう。でそして発表された重心が会が徳川家康、転送壁対応に加えても友情ブースト、光属性耐性のような攻守を強化するアビリティも複数獲得しておりまして、マインスイーパー元は EL だったんですけども、等級下がった代わりに今超になったってのは全然許せますね。であと問題点だと動けない SS は壁短縮可能になったことに加えて、壁すり抜けとランダ効果が追加されて動けるようになったんで環境に適応したんじゃないかなと思われます。かなりスペックとしては盛られておりまして、まあ、しかも転送壁路線での活躍がワンチャンないかなと思っていたんですけども、思ったより起用の近いってのは見られてないですね。今のところはコルロぐらいになってるんですかね。一応まだ重力転送壁ルートは残ってるはずなんで、そこでの活躍に期待ですかね。でそして明日の重心係予想なんですけども、引き続き、まあ、アンデルセン、ここは未開の砂丘テストになんないかなと思ってますね。であとパールバティがなかなか来ないっていうのはちょっと気になりますね。まだそんな慌てる時間じゃないと思いますけども、これがじわじわ伸びていくと怖いですね、ちょっと。でそしてここから追加予想なんですけど、まずは11周年人気投票ガチャの中間発表ですね。人気投票ガチャの投票期間は来週月曜14日の23時59分までになっているんですけども、例年通りだったらこのタイミングで中間結果が発表されるんじゃないかなと思われます。で現段階の僕のランキング予想はこのようになっております。今回の注目点としては、その投票の仕様変わっておりまして、まあ、このまではその赤から始まるキャラクターがちょっと有利ではないかって疑惑があったんですけども、今回それがなくなった代わりに非属性のキャラクターが有利になってる可能性があるんで、特にマサムネ、モントクリスト、マナ、エクスカリバーは上段にいるんで、より有利なんじゃないかっていう説がありますね。今回の仕様変更によってどれぐらい変動があるかっていうのは気になるところでございます。で次が次回の絶景クエストについてで、 DS 以来のトレジャー9の期間が10月13日までになっているんで、おそらく新爆絶クエストが発表されて来週降臨するんじゃないかなと思います。でこのトレジャー9の期間がねめちゃくちゃ短かったんで、 DS 以来って結構頻繁に降臨していたんですよね。でそして最後に次回の劇中震災新限定キャラクターで、劇中新限定の追加の周期がここ最近と違って、今年は6月ではなく7月に登場しておりまして、モンテクリストが。でしかもさらに例年だったら8月に追加があったんですけども、ここもなかったので、ワンチャンまたこれがずれて10月に来る可能性ってのがありますね。実際ここで追加があっても何らおかしくないんじゃないかなって、まあ昔も10月でしたからね。でそして属性に関しては限定キャラクターがまだ2体になっていない、まあ、木属性か闇属性、まあただもう順番とかも関係ないんでどっちもあり得るんですけども、木属性はそのアジテータ特攻スレッタ出たばっかりですし、で庭園5はナイトメア、庭園10はクオンで、今年の新限定キャラクターですでに環境変わってますし、まあそれに対して闇属性だったら、まあそろそろ庭園6カネティに次ぐ特攻キャラクター現れてもおかしくなさそうですし、絶球の方でもコルロとか、まあ、あとフォーサーのアタッカー、闇属性の劇中新限定キャラ発表の可能性は高いんじゃないかなと思っております。はい、ということで、もう本当のモンストの日のモンストニュースだけあって、結構内容も濃いかもしれないですね。個人的にはもうこの段階で次回イベントを発表するってのはちょっと引っかかっているんで、明日の発表でなんかこの理由分かったらいいなと思っております。よかったらコメントや皆さんの予想妄想感想をどうか聞いてください。あと1000円チャンネル登録していただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけるとモチベーションつながりますんで、よろしくお願いします。今回もぜひではご視聴ありがとうございました。さよならの砂丘。